今日もレッスン中、この前の動画の犬の絵を描いてるみたいやな。草可愛いと噂の柴犬や。ということで、今日は秋林先生の動物クロッキー講座の体験をしてもらうで。もちろんこの講座もオンライン。用意するものはこんな感じ。自分の描きたい動物を一緒に描いてもらえるんやな。ところでクロッキーって何？デッサンと違う？クロッキーは読者といって対象を素早く描写する技術や、動物と写真体とか動きのあるものを捉える訓練になるで。1、シルエット簡易的にパーツを描く。2、流れを意識して測りながら描く。3、2を繰り返して細かなところを観察して描く。4、余裕があれば着彩。と段階を踏んで解説してくれたで。まず大まかに形を捉えて細部を整えていくんやな。今回は動画用に多い時で着彩までしてくださったで。マサルさんも必死、食らいついてはる。もちろん1回の授業でここまで詰め込むことはないけど、早い生徒さんは1回の授業で水彩着彩までしはったらしいわ。早すぎ、大手とかさん。さてさて、作者マサルさん、今回の出来栄えは？今度は一つ読め。口元の憎らしい感じがうまく